皆さんこんばんは。小室よりのネットでウィークエンダー、はい、今週も始まりました。なんて笑ったんですか。ちょっと噛みました。私大丈夫ですか。なんか微妙な間があったなと思って あのね、はい、ちょっとなんか収録がね、いろいろ多岐にわたってるみたいな。あ、最近はですね、はい、いろいろ、はい、配信もね、増えてきました。もうずいぶん結構配信してきましたけど、コメント欄とかご覧になってます？怖くて見てない。割とね、はい、いい評価。あ、そうなんです、はい、そうなんですか、うん、はい、でただちょっとこの間私が気になったのが、うん、日本男児とか、うん、日本の男性はどうしちゃったんだっていうのは、みんながみんなそうなわけじゃないだろうと、うんうんうん、いうのがあって、あ、私のこれ癖なんですけど、ついつい大きな分母で話をしてしまうようなところがあって、うん、それはちょっと反省だなとは思ったんですけどね、まあ、傾向としてこういうものがありますよっていう話ですからね、うん、これね、うんうん、そう、でもいや俺はこんなことしない男だけどって思ってる人が、うん、日本男児どうしたんだとか言われちゃうと、うん、ちょっと気になるところもあるんだと思うんですよ、やっぱり。まあでも、うん、そこにアンテナを立ててもらうっていうのはいい傾向だと思います、うん、自分は違うっていう、うん、そこの認識がね、一つ生まれるっていうのはすごくいいことだと思う。そうそうそう、うん、そう気づけない人がちょっとね、うん、っていう話ですからね、うん、だからね、はい、俺はそんなことしないってコメントをくださった方は非常に高いアンテナを持っていらっしゃるということで、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで、まあ、少しね、自分もそこは注意しながら行こうかなということで、今週のニュースです、はい、京都新聞、うん、4月29日ですから、もう最新、あ、いつ放送されるか分かんないか。そう、はい、あ、去年の4月、去年だ、そうですね、あ、本当だ、ちょうど1年前ですね、ちょうど1年前ですね、はいはいはい、新型コロナで性的少数者が苦悩、感染したら性的指向や関係が公に、パートナーと距離も、差別の問題浮き彫りというね、うんうん、ニュースがありましたけれども、はい、まあ、LGBTQとか、最近 LGBTAI とかね、いろんな言い方するみたいですけど、分かんなくなってきてる。何しろ2014年15年ぐらいから、うん、Facebook のアメリカ版の性別は58種類あるという話ですからね、はい、うん、58種類でもおそらくそれに該当しないわと思われてる方もいらっしゃるでしょうね、はい、一応調べたんです、58種類どんなのがあるのかなって、うんうん、自分の常識で考えて数えたら30種類ぐらいしか思い浮かばないんですよ、うん、で他どんなのがあるのかなって思って調べてみたんですけど、おそらくこういう結構曖昧な表現の仕方をされていて、うんうんうん、これだとやっぱりこれだけあってもどこだろうって思う人もいるよなっていうのが、うん、の受け皿になるように、その他ってありましたけどね。最終的にはそこ、はい、苦しいね、そう、58種類作っといてその他はないだろうとちょっと思ったりもしましたけど、でもこれはLGBT の当事者の人たちの中では、うん、Facebook にはもう拍手喝采なんですよね、やっぱり、うんうん、一歩を進めてもう最先端を行ってくれたと、うんうん、いうことで、すごい評価されてるみたいですけどね。日本はまだまだ LGBT で止まってますね、うん、はい、うん、LGBT までいかない男女で止まってる自治体もいっぱいありますからね、うん、そうですね、はい、でもよく考えて日本でも男女その他って書いてあること多いですよね、結構ね。あ、最近そういえば増えましたね、うん、3種類、うん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 、結婚してるしてないその他みたいなのもね、はい、増えてきましたね。そうです、はい、で、まあ、一応ですね、どんなニュースなのかということなんですけれども、はい、はい、まあ、性的少数者 LGBTQ なのか QS なのか AI なのか、いろいろ言い方あるみたいですけれども、うん、が抱えてこられた社会制度の問題、うん、差別の問題が浮き彫りになっているというお話です。はい、はい、で当事者がウイルス感染者と濃厚接触者の、当事者の方がこう言われていると、ウイルス感染者と濃厚接触者の関係性や居住の形態を報じるニュースを見て恐怖を感じたと、うんうん、
各自治体は感染症法に基づいて感染者の行動歴などを聞き取って発表する、はい、これ私も一回聞き取りされましたけど、あの友達がね隔離されたんで、はい、まあちょっと怖いと、で調査の過程で相手との関係を感づかれカミングアウトを強いられるかもしれないということなんですよね、まあ、あの表明してない方がまだまだ多いということですよね、で、まあ、こういう、ね、非常事態なので、できる限り本当のことは答えたい、答えたいんだけれども、まあ、これ聞いたのはあの男性同士の、はい、同性愛者の方なんですけども、彼を守るためにも全てを正直に話すのは難しいと、まあ、職場での立場を懸念してらっしゃるんでしょうね、っていう話です、はい、じゃあこれに対して行政がどういうふうに答えているかというと、あのセクシャリティやパートナーとの同居が公になってしまうのではというのが心配なんですけれども、要は京都新聞ですから京都府京都市滋賀県この辺りが中心なんですね、はい、どう公表するか要望は聞くと、要望は聞くということなんですね、はい、で、まあ、法的な関係でないためパートナーの安否や病状を聞いても教えてもらえないかもしれない、事実婚であったとしてもっていうのが後ろにつくんでしょうね、で当事者は同性婚などの社会制度を早く整えてほしいと思っているということですね、でちょっとこれ細かくあの行政の対応を見ていくと、例えばトランスジェンダーが感染した場合に公表する性別、戸籍上、生物学上、自認している性別どれで公表するのかという問題ですよね、はい、戸籍と違う性別を公表できるかは分からない、要望があれば非公表にはできるというのが京都府で、これは京都市になると分からないと、医学上の性別で公表する可能性が高い、で滋賀県決まっていない、感染者や医師の届け出で決める可能性が高い、感染者の届け出ならまだ多分対応できるんですよね、これが医師の届け出の場合医師がどっちの性別で書くかっていうね、のも問題、で、パートナーとの要は感染したパートナーとの濃厚接触者ですから、関係性や同居の非公表を求められた場合、どうするかと、京都府の場合は要望があれば公表しないことはできると。ってことは、公表するということがこれ大前提になってますよね。まあおそらくそうですね、要望があればということですね。なんでと思いますけど、まあ要は見ている人読んでいる人が知りたいことだと思うからということじゃないですかね。でもそれ知ったところで何もおそらく変わらないんですけどね。何も変わらない。この一件二件の情報をもらったところでデータにならないですし、統計も取れないし、原因特定に何らならないんで、むしろ誹謗中傷の元にしかならないんですけどね。まあ、と私は思うんですけど、ね、マスコミあるあるですよね、見ている方、リスナーユーザーが求める情報を発信することがメディアの一つのあり方だみたいなことはあるにはあると思いますけど、それ以上に個人の尊厳、パーソナリティっていうのはもっと尊重されるべきものだと思いますよね。それ以上にあれですよね、厚生労働省であったりとか専門的な医療機関で組んでる組織とかがあるわけじゃないですか今、そこが持ってるデータを公表した方がよっぽどいいと思うんですけどね。個人の話する必要ないよねっていう、こんな枕なデータいらないですよね、で京都市は同性パートナーに限らず公表していないって言ってるんですよ。だから、
これが普通だと思いますよね。そこでね、うん、その生まれた時の性、うん、要は体の性が男性か女性かというのは関係ないわけじゃないですか、はい、うん、でまあさっきまで言ってましたけど、あえて今県の名前言わないですけど本人の要望は聞くが、聞くが同居や2人の関係を公表する可能性もあると。なぜこれが分からないんですよね。なぜ、はい、ねえ、分かんない、うん、ちょっと戻しましたけどね、うんうん、公表する可能性がある、うん、問われればってことなんですかね。誰に何のために、うん、って思いますね。新聞にこの人はどうどうどういうルートでどういう同居形態ですかとか質問してくる人がいるとはあんまり思えないんですけどね、うん、それは最終的なデータとしてこういう感染経路の可能性が高いですよっていう統計として出せばいい、うん、と思いませんかね、うんうん、まあ、あの統計学の世界でも50件以下のデータしかないものは統計と呼ばないんですよね。うーん、はい、こんなマクロなのがね統計なのかななんていうのはちょっと思いますけど、うん、私が一番このニュースで気になったのは、はい、その我々、まあ、うん、マジョリティと呼ばれる性的多数者の方に対して性的少数者と呼ばれているこの LGBTQ の方たちとのアンテナの違いっていうので私このニュースをチョイスしたんですけど、一個前に戻ってもらって、あのこの関係性、濃厚接触者との関係性とか住居の形態を報道でこれを見て恐怖を感じるっていう、うん、このアンテナの違い、うん、確かにっていうのは、うん、これはもっと私たちが知っていかなきゃいけないアンテナのあり方の一つだったんだろうなって思うんですよ、うん、はい、私だってこれ見ても絶対アンテナ立たなかったですもん、うんうん、確かにね。領事は、まあ、私別に不倫もしてないのでそ、ね、そこいやでも不倫してたら恐怖感じる人もいるんじゃないですか。それはもしかして相手のお家に行っちゃってそこで濃厚接触して、うん、そう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 、そういう人もいるんじゃないですか。ゼロでもない、うんうん、それを聞かれたら怖い。いやだからね、去年の今頃ですか、緊急事態宣言になった時に追いかけられるから風俗行かないとか、そういう人たちいっぱいいたと思うんですよ、うんうん、不倫の方がもっと怖いですよね、きっとね。まあ感染経路からするとどっちもどっちな気がするんですけれども、うん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 、そのこの関係性とか住居形態をアウティングされることに対する私たちの恐怖ってほとんどない、ね、そうですね、まあ、要はこの先のところですよね、うんうん、了解なしに暴露する、カミングアウトは本人が言ってるんでまだいいけれども、うん、他人が了解なしに勝手に暴露するアウティングにつながると、うん、しかも他者って言ってもメディアですからね、さっきの、はい、そっメディアというかあの自治体ですからね。怖い、うんうんうん、本当メディアの力って、うん、私たちが想像している以上の力を持っているというのは、うん、やっぱりメディア関係者としてはしっかり認識していかなきゃいけないところだ、うんうん、そうなんですと思いますし、未だにだって新聞に書いてあったっていう人いますからね。いますね未だにって言ったらおかしいのか、うん、本来そうあるべきものですから、はい、インターネットのたった一つの、うん、たった一つの文言でさえやっぱり書いた、うん、そこに載っていたという事実が揺るぎないものになるので、うんうんうん、発信者は絶対そこはもう気をつけていかないといけないし、うん、そうですね。でネットのポータルの性質上広告性の高いものがどん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 上に上がるじゃないですか、うん、はい、だから必ずしもトップで表示されているものが真実とは限らないっていうところもまた問題の一つですよね、うん、はい、このアウティングというものとカミングアウト、うん、この違いを分かってない、うん、または知ってない、うん、知るアンテナも立ってない方もまだまだ多いだろうなって思いますよね、うんうん、そうですね、うん、はい、でねこれ、まあ、当事者たちの声なんですけれど、はい、一番上さっきのあの男性同士のカップルの方なんですけど、うん、リスクを減らすためにしばらく会わないと決めた、うん、要は職場に隠して働いてるわけですよね、お二人は、うん、だからリスクをアウティングのリスクを減らすため、バレてしまう
リスクを減らすため、うん、しばらく会わないと決めた、はい、まあ、でもこれは実際の家族でも会えないケースがいっぱいあるわけなんで、そうですね、うん、それはまあしょうがないのかなと気の毒ですけど思うんですね、うん、ただ片方が感染して重篤になっても個人情報として病院や行政に教えてもらえない、うん、ここですよね。法的なもん関係ではないので、うん、問い合わせをしてもそれは個人情報ですと。パートナーシップを組んでいて、うん、じゃあ渋谷区とかの、うん、ああいうところで証明書をもらっていたとしても、うん、それを持っていったとしても病院側が知らなかったら、うん、はい、あなた誰ですかになっちゃいますよね、うんうんうん、そうなんです。で、一番下のはこれはあの、上司に相談して頼んで女性として働いている28歳の MTF って書いてありますけど、メールトゥフィメールっていう性別ですね、はい、うん、要はもともとは男性なんだけども、うん、何らかの処置を施して女性として生きている方、うん、はい、周囲の協力、まあ、上司に相談した上で協力してもらって自分らしく生きられている、うん、男性として公表されるのは怖いと、はい、はい、怖いでしょうねこれはね。これも他者からのアウティングですからね、うんうん、じゃあここで何が正解なのっていうのもやっぱり見つけられない、うん、今の段階では見つけられないですよね、うんうん、それだけ日本の情報、うん、LGBTQ 性的少数者の方に対する情報も知識もないし、うんうん、はい、ねえ、お医者さんに病院からの情報を公表する可能性が高いっていう自治体もあったじゃないですか、はい、私以前医療関係者の方とちょっとこの LGBT の問題について話したことあるんですけど、うん、基本的にはもう生物学上の生物で見ると、うんうんうん、いうことなんですよね。そうすると、まあ、今17、8人に1人は LGBTQの当事者だと日本では言われているので、うんうん、まあ学校のクラス1クラスだったとしたら2人ぐらいは該当者がいると、うん、うん、20人の職場であれば1人ないし2人、うんうん、いらっしゃると、いらっしゃる、はい、いうのをまあなかなか難しいかもしれないですけども認識しておかないといけないのかなというふうに思うところですよね。実際大企業なんかは今そういう研修やってますからね。そうですね、うん、セクハラ防止、こっちもセクハラだからねっていう、うん、そうなんですよね、うん、セクハラっていうとこう男性上司から女性の部下に対するパワーハラスメントって思われがちなんですけど、うんうんうん、男性からの男性、うん、女性から女性、または女性から男性というのも十分にあり得るのがセクシャルハラスメントですからね、うん、はい、我々もその辺の認識をもう一回正していかなきゃいけないかな、うん、この問題って、うん、こう LGBTQ っていうと当事者の問題として取り上げられることがすごく多いんですけど、うん、はい、実は本質はその方たちと対峙するっていう言い方おかしいですね、うんうんうん、その方たちと一緒に同じ時間を過ごす私たちの問題なんですよね、うんうん、うん、例えば思い込みだったりとか、そうですね、はい、偏見だったりとか、うん、はい、うん、なんですよねと思ってます。もうちょっとね、なんていうかな、いろんな場面での世代交代というのが進んでいくと多少意識も変わっていくのかなっていうふうに期待するところがなくもないんですけれど、うん、今のところはやっぱり皆さん一人一人がちょっと気をつけていくしかいけないのかなというふうに感じました。はい、はい、そうですね。コロナの影響はこういうところにも出ていると、うんうん、本当にその経済だけじゃないところの問題が浮き彫りになったのが今年1年ですよね、うん、コミュニケーションもそうだし、こういう性的なアウティングの問題もそうだし、本当に経済だけじゃない問題としてもっともっと広いものを実はこのコロナっていうのは私たちに指し示していたんじゃないかと、うん、
いろいろあると思いますよ、いろいろ、いろいろ、はい、うん、細かいこと言えばで、ね、利権の問題とかね、それはじゃ あのカメラの回ってないところで、回っててもいいんですけどね、回っててもいいのか、はい、じゃあまあいいです、とりあえずじゃあ、はい、恒例のまとめをお願いいたします。はい、この先ほども言いましたけれども、カミングアウトとアウティング、これ大きな差があります。どこが違うのと思った方はぜひご自身で調べてみていただきたいなと思います。その上でこのアウティング問題は当事者ではなく当事者の方と一緒に時間を過ごす私たち性的多数者の問題であるということも知っていただければと思います。以上です。はい、小室由里のネットデーウィークエンダー、今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。